もうあの時の私じゃありません。見ててください、プロデューサーさん。Yeah.
チェックしてたんですけど、出演者の欄、私のトーク相手のところにシーカちゃんの名前が書いてあったんです。何がって言われると、ただまさかシーカちゃんと直接お話しするなんて思ってなくて。なるほど、それでやってみます。あ、でももしどうにもならなくなったら助けてくださいね。はるかちゃんはお菓子作りが趣味なんですね。普段はどんなのを作ってるんですか？そうですね、クッキーとかケーキとか、この間はアップルパイを生地から作ってみて。あ、素敵！私パイが大好きなんです。はるかちゃんのアップルパイ食べてみたいな。それではそろそろ最後のコーナーに行きたいと思います。題して、なんでもトークボトル。ルールは簡単。このなんでもトークボックスから引いたお題をもとに制限時間内までトークを続けます。それでは早速引かせてもらいますね。お題は私たちにぴったりです。今回のお題はアイドルに必要なものです。はるかちゃんはこのお題どう思います？ですね、アイドルに必要なものっていうと、スマイル。そう、笑顔です。皆さんに笑顔をお届けするアイドルってとっても素敵だと思います。シーカちゃんはどうかな？アイドルに必要なもの、なんだと思う？私は、そうですね、きっと夢だと思います。小さい頃にアイドルのライブを見て、自分もアイドルになりたいって夢見た私がいるみたいに、夢を願って夢を叶えて、その夢を誰かにプレゼントできる、アイドルはそんな存在だと思うんです。ああ、そうだよね。私もそんな風にアイドルになる夢をもらったのかも。そうそう、夢といえば他にもたくさんあって。はい、本当に良かったです。緊張しましたけど、しっかりお話できて、私、シーカちゃんのこと好きになっちゃいました。前のモデルの時もすごい子だなーって見てましたけど、いろいろしっかり考えてて、なんだかかっこよくて、まさにトップアイドルって感じでした。ですよね。ああ、でも同じアイドルとしてすごいすごいって言ってるだけじゃダメですか？まだまだ超えられる気はしませんけど、でも頑張りますね。私だって夢は見てるんですから。